四隅にある。それがドクターぐらい。そうですね、ここと、まあこれが本体になるし、まあ、ここから電流が流れて、はい、まあ、こことここの間で、電流が流れることに水分とあの油がですね、はい、吸収しないようにするっていうのと、またカリッと吸収するんですね。はい、こんにちは、看板商品ハッキーアドバイザーの塩さんでございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日お伝えさせていただくのは、知っている人ももうたくさんいる一つのもの、フライヤーを革命したこの一つのツールであるドクターフライというものを実際に導入しているお店でいただいた、これフライドポテトの可能性というところ、これちょっとお伝えさせていただきたいと思います。僕もですね、ドクターフライについては開発されている会社のですね、テルさんとも仲良くさせていただいていて、このドクターフライ自体のパーティーというところもこう参加をさせていただいたことがあったんですが、改めてこのすごいなというところを感じるのが、冷めても美味しい、でこの時間が経ってもサクサク感が残るというところの、やっぱりこの美味しさの持続性というところが本当にすごいなというところを感じてます。で先日、ミノシティマキシンさんでちょっと撮影の後にですねいただいたフライドポテトで、これがですねドクターフライを使用して作られていると。で、このドクターフライを使用してのこのフライドポテトというところをですね、本当食べた瞬間にですね、めちゃくちゃこれ美味しいなと思ってですね、で食べ始めるんですが、ちょっとその後もですね作業があったりとか対談があったりしてですね、少しまた時間が空いてそれで食べるというところになったんですね。でそうなった時に、実はポテトそのものは冷えてきてるっていうところがあるんですけど、ポテト自体が冷えても実はこれベチャっとならないで、これサクッと感が残ってる。でその上ちゃんとこの塩の美味しさというのが適度な感じで、実はちゃんとポテトと分離して感じられるんですよね。だからこれ美味しいが持続できるんです。でスタッフさんにヒアリングさせていただくと、これドクターフライを導入してフライドポテトというのをやることになったことで、新たにですね、実はそれまではテイクアウトでおすすめしていなかった、まあ言えばできていなかったこのフライドポテトが、実はテイクアウトでも出せるようになって、しかもテイクアウトで人気の商品の一つになるというところにもつながっているというところをお話を聞きました。でこれもう一つ実は効果があるのがですね、もう一つ別の実はお店、これのお蕎麦屋さんなんです。でこれお蕎麦屋さんで先日取材をさせていただいた時に、ここの実は一番の売れ筋がカツ丼です。でカツ丼が実は一番売れると。でこのカツ丼そばセットであったりカツ丼というものが売れていくというところで、このカツ丼も揚げるというのがたくさん入れば入るほど、実はやっぱり揚げ時間もまあまあかかるんで、でそういうところでこう時間と手間が結構やっぱりかかるというところがあって、ちょっとこう悩んでたと、回転の部分でですね。ところがですね、これドクターフライを入れたところ、実は揚げ時間がすごく短縮されたと。でしかもですね、ドクターフライのすごいところが、時間が経ってもこれサクッと感とかが残っているのと、もう一つこれ後で取材でですね、試食をさせていただいた時に、出来上がってから30分ぐらい経った後にいただいたにもかかわらず、これもうベチャッと感がないんですよね。でそしてさらにもう一つびっくりしたのは、油っぽさが感じられないというところがあって、こうすごくなんか食べやすいでさっぱりした味わいで最後カツ丼を食べ終えたというところがあって、それぐらいに実はその揚げ時間の短縮にもつながれば、さらにはお客様にとってのこの後味のさっぱり感で、時間が経ってもサクッと食べられるというようなところの、このお客様にとってもお店にとってもいいことというのが実はすごくあるなというのを改めて体感したと
というのがありました。でそれを改めてこう体感することで、これやっぱり感じたことというのは、テイクアウトというのがやっぱりこう飲食店も今やはりこうコロナの影響で求められている、またはデリバリーとかですね、そういうものも求められていると。でそういった中でどうしてもこれ出来たてっていうところをお客様に届け続けるということがやはり難しくなってくるっていうところがあるので、まあ、そういった中でこの時間が経っても美味しい、冷めても美味しいというところをですね、お客様に届けていくための一つの手段として、これドクターフライを導入されることによって、お客様の満足度が上がって、よりこうお客様の注文につながっていくとか、口コミに広がっていくというところにつながる可能性というのがあるかなというところを感じました。でそういったところに先ほど、お蕎麦屋さんのところでありました事例というところをこう見ていくと、やはりこう揚げ時間の短縮というところにもつながってですね、でそれによってスタッフさんのこの効率化、この営業の効率化ですね、そういうところにもつながるというところで、導入によって一石二鳥のこれメリットがあるかなというところも感じました。でそういった形で実はドクターフライを実際に入れているお店っていうところでの体験、そしてそこでの試食というところも含めて考えていくと、本当にこれ可能性があるこの一つのツールだなというところを感じました。なので、これ塩さんの今日これいいねというところでございますが、一つのポイントとして、この冷めても美味しい、そしてさらに効率化というところを追求していく上での一つの手段というところで、これドクターフライというところを考えてみるというところも一つの手段かというふうに捉えております。ということで、今日ですね、この紹介をさせていただきましたビノシティマキシンさん、そしてもう一つはお蕎麦屋さんは、増田屋の町田忠夫店さんですね、こちらの2つのお店、ご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。ここの名物の一つである、ポテトでございます。はい、これのもうこのチーム塩ラボのメンバーの昼間さんのところもやっている、これドクターフライを入れて作られているというところがあります。でドクターフライでポテトを揚げるとどんな感じになるのかというところもですね、ぜひ味わっていきたいと思います。はい、うん、冷えていてもこれサクッと感が実は残っているんですよ。これがすごい美味しいっていうところで、やっぱすごいなと感じますね。でこれをここにつけて、はあ、いただきます。うん、これもたまらない味わいがありますね。はい、これは僕初めて見た時に、この盛り付けのやっぱり工夫っていうところがやっぱりこれすごいなと感じたっていうのもありました。なんか懐かしさも感じるし、こうすごい美味しいなっていうところで、おすすめな一品だと思います。ありがとうございました。鈴木さん、今日ごちそうさまです。ありがとうございます。最後にいただいたポテト、はい、これもめちゃくちゃ美味しかったですね。冷めてもコリコリ感というかサクサク感ですね、これを感じて、旨味がしっかりくる、これやっぱすごいですよね。そうですね、はい、普通のポテトというのはなかなかいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、うちの場合はですね、ウォーターフライヤーの他にですね、うん、ドクターフライというのを入れてまして、はい、まあ、その電気のというところで、はい、水分を保湿しながら、ま、周りがサクッと上がるというところですね、はい、まあ、なので揚げた後も、ね、周りがサクサクで油ができるだけ吸わないようにというところですね。で中の水分は保湿されているので、はい、もう生のじゃがいもをそのまま食べているような中のホクホク感と周りはカリカリ感というところが一列するというところがすごくいいところですね。はい、このドクターフライを入れる前と入れた後で、はい、やっぱり揚げ物フライ関係とか、はい、違ってます。全然違います、ね、あ、違います、はい、もう揚がる時間もすごく短縮されて、はい、また
揚げた後ですね、やはり皆さん、はい、飲んで食べるっていうところで、うん、ポテトゆっくり食べれる方もいらっしゃるんですけど、最後までお召し上がりになってもお芋の食感っていうところ、うん、まあ、普通のところだと結構ベチャベチャしちゃったりとか、そうですね、そういったところがないっていうのがすごくポイントですね。なるほどですね。お客様からも結構お弁当とかでも、ね、そうですね、はい、今デリバリーとかでも、はい、ポテト今まではちょっとやはりベチャっとしてしまうところがあったんですけど、うん、もうドクターフライのおかげで今出させていただいてす、ね、それはすごいですね。はい、いやー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またぜひいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご紹介しましたビノシティマキシムさんと町田忠夫増田屋さんにつきましては、テイクアウトでおうちレストランでもご紹介しております。こちらもご覧ください。ありがとうございました。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろう始まります。今 YouTube でお店を PR したいが、何から始めていいのかわからなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り、自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。カリーさん、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。